つまんな。映画館に行けない日が続きますが、人類皆家族、手を取り合って助け合って、また安心して映画が見られる日が来るまで。気持ち悪い。やっぱ波チャンネルだよな。ちゃん、波です。はい、今日の企画は波と一緒にお酒を飲もう。イエーイ。はい、とはいえ私はお酒すっごく弱くて、お酒自体飲むのもだいたい半年ぶりぐらいに飲むんですが、ではでは乾杯。じゃん、波です。波への質問コーナー。本当にたくさん皆さんからの最近のマイブームは、最近のマイブームはヨガです。レバーだけは本当にね食べられなくて。好きな食べ物は塩昆布です。実家で飼っているワンちゃんの1歳の誕生日、本当にこの世に生まれてきてくれてありがとう。タイミング悪いな。最近悲しかったことは、悲しかったことは夏の お疲れ様。大阪社長、お疲れ様です。佐々木君、ちょっと悪いんだけどさ。はい。あの都庁案件のほら子供手洗い CM 作ったじゃない。はい。あれのカンパキをさ、都庁に送ってほしいんだよね。チェックしたいみたいで。それ俺がやるんすか？ちょっとみんな忙しいんだよね。さっき送ったんだけど、なんか都庁ってなんかギガファイル便がさ、なんかセキュリティがどうたらでなんか開けないと。で USB もなんか刺さんないんだって、はあ、で DVD で送ってって言われててさDVD? 今時そんなん使ってる会社どこにあるんすか？そんなネットリテラシーの低いやつが仕切ってるとか、東京も割ってんな。そうだから、その YouTube に限定公開してね、それその URL を送るってことになったんで、それお願いしてもいい？いやー、セキュリティがどうとかって言ってるんだったら、メールで送られてくる URL を開くのもやばいってなんないですかね。つくづく終わってんな東京。いや日本か。あ、だからとりあえずメール送ってもらっていい？俺に CC つけて。はい。てかメールも終わってますよね。なんでみんなクラウド使わないんだろうな。頭悪いな。そうだね。送りました。はい、ありがとう。はい。あ、佐々木くん、これ、はい。MMI だね。カンパケじゃないね。うん。カンパケって最終的なやつだよ。それ送り直して。持ってるよね、データ。持ってますよ。で、それ送り直して。はい。クラウドだったらこんな面倒なことなんないのにな。てか、そもそもこの CM 誰が見るんすか？もうテレビオワコンじゃないすか。マジこれ無駄な労力なんすよね。仕事だからね。まあうちもほら小さい会社だけど、こうやって都庁からの案件頼まれるなんてありがたいことなんだから。大手がやらないからそのたらい回しになった案件だったりして。てか、今はネットですから、YouTube っすよ。あ、そういや、娘さんの YouTube、ナミチャンネル、めっちゃ人気じゃないですか。俺、毎日見てますよ。ふふ。俺は、ちょっと見れないなぁ。こっぱずかしくて。いや娘さんめっちゃ可愛いっすよ。今度紹介してくださいよ。佐々木くんだけはね、絶対嫌だ。そんな波が今動画をアップしたみたいだね。え、
通知来るようにしてるんすか？ちゃんと見てるじゃないですか。気持ち悪い。 いいだろ、一人暮らしの娘が心配なの。いや、家族持つとかマジ人生の効率悪いわ。じゃあもうさ、せっかくだからあの画面共有するからさ見よ。なんですか、親バカかよ。いや、いいからいいから見よね。はい、じゃーん、ナミです。今日は皆さんに私の隠し芸をご覧いただきます。以上です。チャンネル登録と高評価お願いします。終わりましたね。やっちゃいましたね。いや、可愛かったろ。いや、そこじゃなくて、クソつまんないじゃないですか。まず手品とかやるって言ってないし、ネタバラシ的なこともしてないし、だからこれだとインチキ超能力者みたいな感じになりますよ。まあ、可愛いから見てられるんすけどね。あんた、ナミに変なこと教えたでしょ。母さん、ちょっと今、打ち合わせ、打ち合わせ。たくもう。そういや、大作さんって昔 UFO とか超常現象とかの番組やってたんすよね。まあ昔ね。変なとこ似ちゃったんじゃないんですかね。そういう超常現象とかもうとっくにワオコンじゃないですか。今やるとかセンスないかもっすよ。そう。社長もそういうのから早く手を引いてたらもっといい会社になったのになーみたいなこと思いません？そういう先見の目を持った人たちが今 CM とか MV とかのトップクリエイターになってるんですよね。誰が見るかわかんない番組なんか作るより効率的なさ。だって俺その超常現象とかってやつYouTube に転がってるの見たんですけど、大迫さん宇宙人と交信してましたよね。なんかみたいな。俺マジあれ爆笑しちゃって。てか法則さん昔ロン毛だったんすね。マジあれやめて正解っすよ。あれが俺の親だったら家ですんな。もういいからメール送ったの。あ、今送ります。今まで何してたんだよ。短期は損期っすよ。はい、送りました。いや、届いてないよ。え、社長の家のネットゴミなんじゃないんすか。ビンビンだよ。 CC つけたの。あー、めんどいんで転送します。はい、届いた。はい、あの佐々木くんさ、はい、まあ、あの今回はいいけどいつも誤字とか多いから、あの今度から一旦俺の方に送ってもらって、それでこっちチェックしてから先方に送るようにしようか。はい、はい、じゃあ OK、 ありがとう。で、一回切るよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様。え、誰？え、何これ、リモート映画でよくあるやつ。なんで？じゃーん、ナミです。なんだ、ナミか。え、でもどうやって。お父さんってのがどんなものか知りたくてネット回線探ってたらここに来たって感じ。ん、何言ってんだナミ。何これ、頭おかしいじゃん。だからナミちゃんの記憶の中にお父さんっていうのがあって。何の話だ。てか、どうやってここ入ってきた。まだ話してる途中なんですけど、
なんだ、いつもの涙。あなたがお父さん？なんだよまた急に。あなたがお父さん？わかったナミ、これドッキリだろ。あなたがお父さん？何言ってんだ。あなたがお父さん？お父さんをからかうな。あなたがお父さんなんだ。何なんだよ。やばい子供思っちゃった感じっすね。教育どうなってるんですか。これじゃ宇宙人じゃん。そうだよ。あ？で、ナミちゃんとお父さんはどういう関係？大事な家族だろ。家族？じゃあ守らなきゃだね。あなたもういい。さっきのナミの動画、あなたまた変なこと教えたんでしょ。私がオカルト嫌いって言ったよね。もう二度とやらないって約束したよね。俺知らないんだよ。変なことやめてよ。いやいや、それよりも、それよりも、おじさんやめてよ。お父さんがいじめられてる。ナミ、お前がやったのか？なんで？お父さんは家族だから守らなきゃでしょ。お前の母さんだぞ。家族なんだよ。お母さんってのも家族なの？人間って難しいな。落ち着け落ち着け、俺、落ち着け、俺、相手は娘だ、自分の娘だ。なんだよこれ。侵略始まってるんだよ。気づかなかったでしょ。今はその第一段階、この星の倫理観ってのを勉強してるの。倫理？この星では何を守るべきで何を消すべきか。で、消すべきってのは数を減らしておくのが私の役目。よろしくね。なんだよそれ。何が何だかわけがわからない。波を返せ、波を返せ。何言ってるの？私がナミだよ。見た目も記憶もナミちゃんのままだよ。じゃあナミはもう。だから私がナミになったって言ってるの。違う、嘘だ。お前はナミじゃない。家族なんかではなんでもない。ひどい。そんなこと言ったら、ナミちゃん悲しいな。とっついてる、とっついてる。俺、社長？もう遅いよ。
ナミ、俺何かした？俺ずっとナミちゃんのファンだし、俺なんかよりもむしろ周りの奴らの方が頭おかしいんだって、バカばっかでさ、笑っちゃうよね、本当に。俺なんかした？したの？してないよ、してないですよ。人類みんな家族、手を取り合ってね。人類みんな、そうなんだ。そう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 。遊びなんだよ。これが遊びなんだ。人間ってつまんない。滅びて正解よ。カット。そうだ、佐々木くん、劇団大阪ファミリーはお前がバカにしてるオカルトディレクターの演出はあのな、テレビとか日本とかの前にまずお前が割ってんだよ。これに懲りたらな、あの生意気ばっか言ってないで給料分ぐらいまともに働けよ、まったく。いや、なんか、いや、しかしうまくいったな。だいたいさ、ナミがさ、あんな変な動画アップするわけないじゃん。そうだよ、ファンが減っちゃう。ねえ、いや、これが画面共有のトリックだよね。あ、母さん、母さん、バッチリ、バッチリ。本当？イエーイ。最高。いやー、でもさ、ナミやっぱ良かった、すごい最高だった。いや、さすが人気 YouTuber だよ、うん、いやでもね、お父さんの演技笑っちゃいそうだった。だってマジなんだもん。いや、そらマジでやるよ、せっかくやるんだもん。なあ、佐田くん、リアルだったろ、佐田くん、佐田くん。あ、これ外れてるわ、聞こえてないよ。佐田くん、佐々木くん。おお、佐田くん、どうだ、リアルだっただろう。どうだ、劇団大阪ファミリーは。お前がバカにしてるさ、お前がバカにしてるオカルトデリック、あれあれ、ちょ、おい、宇宙人が、宇宙人が来る。怖い、怖い。あれら、あれ、ちょっとやっちゃった？あれも本当だったんだ。あれってなんだよ、あれって何？どうしよう。そうだ、そうだ。それ俺んだよ。ちょっと、やりすぎた？まあ、こんなもんだろう。宇宙人がこう入ってきたみたいな、そんなイメージを持って、はい、そんな感じでやってくれる？お父さんをからかうな！ってここでバッと俺が座っていくんで。ちょっと待って、笑っちゃうんだけど。いやいや、母さん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 、って感じで、そう、で、また波に変なこと教えたでしょ。母さん、ちょっと早い。ここじゃない、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 もうちょっとだって、もうちょっとだって、もうちょっとだって、ちょっと待って、母さん、入ってきて。